この地の自然、そして復興を乱さんとする者、柳生新影流十兵衛が容赦せぬ。そこの者、船は出せるか？あいにくこの天気じゃ無理ですね。そのようじゃの。いや、無理を申した。ところでお侍さん、なぜここに？わしはこの素晴らしい自然に身を置き、己自身を見つめ直したい、そう思ってはるばるやってきたのじゃが。波が静まればここの素晴らしい自然の景観をご案内できるのに残念です。船が出せぬとあれば致し方あるまい。柳生新影流十兵衛光吉の名においてこの自然の姿をとくと拝見いたそう。あなた様は柳生十兵衛様で？さよう。十兵衛見参。ここ岩手の三陸ジオパークはおよそ5億年の地球の歴史と記憶が詰まったところじゃ。長い年月をかけ多くの造形美や遺産が作られてきた。地殻変動や波による浸食を受け形作られたこの岩肌や島の数々、海の底から盛り上がった大地が氷河や津波で削られ、高さ200メートル近くの断崖が約8キロにもわたって続く世界でも珍しい険しい海辺じゃ。震災の教えを未来につなげる震災遺構の数々、三陸だからこそ伝えられる大地の尊さを実感することができる。この見事な自然をめぐる旅案内があり、船に乗って海からもその圧倒的な景色を眺めることができるはずじゃ。すさまじいの。この自然の凄みに比べると人間なんぞちっぽけなものよ。はい、私たちはずっとこの自然と生きてきました。自然は時に優しかったり厳しかったりします。でもこの自然は私たちの自慢です。そして宝です。なあ漁師、はい、こんな良いところで暮らせるお主らが羨ましい。いつまでも達者でいるのじゃぞ。そして次の折には必ずやこの大海原に出たいものじゃ。はい、ぜひお供いたします。また会おう。さらばじゃ。この自然が織りなす絶景を見て、わしらこの地球というものに生かされておることを実感した。ここは三陸ジオパークといって、計り知れない自然の凄まじさを目の当たりにすることができる。そして人としての在り方に気づかされる場所じゃ。さあみんなして岩手さ浜ライン。 No.